えー、中田裕樹ですよろしくお願いします昭和54年の11月12日生まれ、えー、ちょっとあれですけど明日で43歳になりますはい、愛媛県伊予郡正木町本村でございます A 型ですえー、っと健康診断の時いくつだったっけな、えー、98位 えー、9690 <laughs> 後半だったと思いますほぼほぼストレートですチャームポイント、えー、今はもうなくなってしまったんですけどえくぼが昔出てました <laughs> 長所うん我慢強いところかなえー、短気なところですね趣味 あうん最近はあれですね子どものソフトボールですね子どもと一緒にやってるいろいろあるな <laughs> いろいろはないものかえっ、ー、と高校の時に、えー、グローブに入れてたボールに書いてたのは「普段の努力」という言葉を書いてました目立ちたがりのくせに臆病なところかな臆病な子でしたねはいひろくん 警察官ですあの西部警察を見てですねあんなにこうバン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 売ってみたかったのとかっこいいなと思ったのでうーんええ心えええ昔ですよねええー、犬に追いかけられてこけてブロック塀で膝をすりむいで塗ったことかな初恋 えーと、はっきり覚えてるのは中学校2年生の時ですね、えー、とめちゃくちゃ可愛くて頭のいい子でした実りませんでした今だから話せる学生時代のうーんえっ、ー、と高校の時ですね高校生の時に1年生ぐらいの時やったと思うんですけどねあの 野球部の練習が遅くまであって遅くまで学校に残ってて、えー、その時の野球部の友達みんなで全裸でトイレに入っていったことぐらいですかねえん、ー、だろうすいませんちょっと毎日のルーティーンしか頭によぎらないんで、えー、掃除したり洗濯したり台所を片付けたりしていることぐらいですかね口癖えっ、ー、とこの間子供に指摘されました「不幸中の幸い」。 あの、下の子があの、何ですかね曲名知らないんですけど「新時代は」っていうやつ新時代,新時代 <laughs> 最近その下の子が「新時代」を歌ってるんですけどあの「なてさいーのところでものすごい音を外すんですそれでめちゃくちゃ笑いました嫁と一緒に。はい 泣いたこと、えっ、ー、とこの間テレビ見てあの何のテレビやったっけなすいませんちょっと覚えてないですテレビ見て泣きましたそうですねちょっと前までは、えー、上の子兄ちゃんがソフトボールやってるんですけどピッチャーやってるんですけどね全然コントロールがつかないことでしたねうん過去に戻りたいですね。 えと多分投資した人だと思いますお金持ちになりたいですいやこ,こういうの普通にお金じゃいかんのですよねお,お金でいいあお金が欲しいですスマホかな周りに内緒でこっそり使います好きな映画あえっ、ー、と「男たちの大和」好きな本「病院で死ぬということ」XJAPAN です えーと、缶 <laughs> の愛は勝つです。松山大学のフォークソング同好会の、えー、合同演奏会。えー。鳥になりたい。<laughs> お箱二つあるんですけどいいですか。一つはあのチャゲアンダスカの一人きもう一つは。 あのの宇宙戦艦ヤマト歌です。好きなアニメえっ、ー、とま漫画本アニメあアニメアニメえっ、ー、と「ルローに剣心の「追憶編」好きなドラマえっ、ー、と「極戦」「ついやってしまう癖。ああ顔をこ こうやってやりますあのパーパワープロですあの女優さんの田畑智子さんこう描き上げるやつかなこうやってはい、えー、大体は、えー、朝早くに起きてえー台所片付けたりして、えー、子供と一緒にソフトボール行って 帰ってきて、洗濯して、えー、子供お風呂に入れて、えー、家を片付けたり、掃除したりして、ご飯食べて、寝ますあー、寝てる時かな、一人で今、えーそうっすね、もう普通に幸せです心が落ち着く場所トイレかな好きな匂い金木犀 春が好きです寝ること一言何やろう花ですかね健次郎うん犬かな鹿島くん柱良一 台土台の台「台えー、もう嫌なことしか思えてないんよな <laughs> しんどかったことしか覚えてないんですけどね、えー、インディーズの時に「物置施錠かなんかのレコーディングの時にですね徳島の鳥頃っていうスタジオでレコーディングをし,てたしてたんですけどその時が自分の誕生日やったんです。で えー、その時周りに祝ってくれる人とか全然いなかったんでああもう普通に誕生日だなと思って過ごしてたんですけどちょっと自分が所要があってスタジオから出て帰ってきたらみんながケーキと、あのー、クラッカー的な感じでサプライズでお,いお祝いしてくれたことですうんなんかいろんな人の支えになれたことえー、そうっすね 弱い自分と向き合わないといけなかったこと解散前ぐらいかな解散が決まる前ぐらいのレコーディング「夢色ロジック」ってアルバムのレコーディングぐらいですかねあのー、すんごい雰囲気悪かった。 えー、それがこうな何をやってもこう,うまくいくような雰囲気じゃなかったことすいません漠然としてますがライブ前のルーティーン、えー、早めに着替えて、えー、ぼちぼち準備体操をすること忘れられない光景えっ、ー、と2005年のモンスターバッシュの大鳥居務めた時のステージからの光景 えとライブ全部がバーンと終わったあとにお客さんの拍手に包まれることうーん泣いてるところを見ることかなえー、自分嘘をつかないうーんと自分は全然参加してないですけど「いつかの夕暮れ」っていう歌が好きです。えーとインダーソンダソグ ジオラマの花かな、うん、えっとね、えー、今の自分、今の自分うー、難しいですね、今の自分気候性の残話、ザンバうんと、演奏していてシンガとロングかなえー、<laughs> もうケンジロウぐらいしかないですね、やばいエピソード あ,ーとあの東京に事務所を構えてた時に、まあ、よくあるんですけど彼はよく酔っ払って事務所に帰ってきておりまして、えー、僕がせっせこせっせこ片付けたものを蹴散らしていったりですねそういうことをしてたのが本当にこいつやばいなと思ってましたはい沖縄ですね、えー、と適度な田舎適度な都会 人が内向的すぎる一万円えー、っとどうしようえー別に使い切らんでいいんですねあのとりあえず好きなものを食べに行きますこれも使い切らんでいいんですよねえー、っと新しいエフェクターボードを作りますえー <laughs> あのい家のローンのあの繰 <laughs> り上げ返済に使います えー、とりあえず家のローン返してあの <laughs> 自分のお店をやりたいと思っておりますああ x ジャパンのパタさんかな土曜日次の日も今日も休みだからああえっ、ー、と大森聖子大森聖子の「えー、とルード」っていう歌と「死神」という歌と「死神」とうと「 えー、YouTube でしか流れてないけど「M」って言う歌ですね過去うんあのその時の自分にいろいろ教えてあげたいです嬉しかったまたできるんだとあ自分の生活リズムが変わったえー、っと <laughs>、えー、まず えー、鹿島君が優しくなったで、えー、健次郎がもっとバカになったで良一がちゃんと喋れるようになった、うん、70点えー、ちゃんと3つ、えー、ジャパハリネット理学療法士でまあ家庭の親父というかをちゃんとどれも両立することジャパハリの目標 えと僕の,その、まあ、夢が死ぬまでジャパンハリーネットを続けることなんでそれが目標ですうんとりあえず10年後、えー、10年後は結成十三あ三33周年何かせんといかんですね33周年いやまあ 元気でやれたらいいかなって思ってて思ます30年後えっ、ー、つうと7373 73うんちゃんと4人揃ってればやれとるかないややってますえー、自分の中のやっぱり中心かな中心でありやっぱりジャパンハリネット自体が夢ですね えー、ちゃんと練習しろうーん,なんかですよねいろいろねこっぱずかしいですねまあこれからもよろしくお願いします <laughs> そうっすね良七うーんとりあえず報告連絡相談ちゃんとしましょうか、えー、今までありがとうございますそしてこれからもよろしくお願いしますまあ機会があれば見てやってください、はい <laughs> えっととりあえず病気怪我せずに頑張りましょううんまあ今までも精一杯頑張ってきましたけどこれからももっと頑張りますまたあの見てやってくださいはいはいそれではどうもありがとうございましたジャパハリネットギターの中田ひろ樹でした